これハイフォンですねに行くバスに乗るそうです。ここから2時間つったわな。はい、今バスに乗りました。このバスはこのぐらいのバスで、まあ、今からですね、1時間2時間弱、行くんですけど、このバスは片道で500円ぐらいらしいです。で、荷物代もかかるらしいんですけど、あっちのバスになると300円っていうことらしいです。だからこのバスが一番高いっちゃ高いらしいですね、500円ですけど。なので今からちょっとバスに乗って向かいたいと思います。結構お客さんもたくさんいます。行ってきます。はい、というわけで、ハイフォンの街に着きました。まあ、前回もフィリピンでちょっと田舎の方に行きましたけど、まあ、今回もねちょっと都心から2時間ぐらいバスで来たところに来てます。街はやっぱりこう結構ねこんな感じでみんな盛んな感じです。手振ってる人いたけどちょっとね時間がないので、今からホテルに向かいたいと思います。でもまた後で、今日は海とか行きます。少し歩いたところでですね、今ラーメン屋さんに来てます。この町で一番有名なラーメン屋さんだそうでして、なんかこの町にしかないらしくて、この麺とかこの入ってるものとかもなんかこの町特有のものらしいです。これはなんだ、エビ、エビかな、これエビ関係なんか、あなた、あ、分かった、シャコだ、シャコ、シャコ。このおじさんがこの町でとても有名な人らしくて、この麺がこの町の特有の麺の形らしいです。今からバイクに乗って海に行こうと思います。マジで前がやばい。ここで豆知識です。ベトナムでは免許は18歳からバイクに乗れるそうです。だけど、見た感じもっと若い子たちがバイク乗ってます。警察に捕まらなければいいそうですが、捕まると良くないということですね。ちなみに、2人乗り、3人乗り、4人乗り、もういっぱいみんな乗ってますね。で、ご飯食べてたりとか、このスピードでですよ、ご飯食べたりなんかスマホいじってます、後ろに乗ってる人は。すごい文化ですね。ちなみに、ベトナムのバイクの数はベトナム人より多いそうです。交通ルールが全然わかんないですよ。これはバイクじゃないんだね。これはまあ完全に若いんで自転車の扱いらしいです。バイクじゃなくて、わかんねえ。マジで信号ないな。よくこれで事故とか起きないわ。起きてるんだろうけどね。このバイクはホテルで借りたんですけど、スピードメーター壊れてます。着きました、着きました。何のピーだ。ベトナムではこういう風にプップーってやるのは通るよって意味らしくて、邪魔な邪魔なドキドキの文化じゃないみたいです。なのでこう信号とかがもう本当に結構走ったけどあんまないんですよ。でもこう事故が起きないっていうのはそれなりにこうなんか根付いた文化みたいなのがあるんでしょうね。本当にあの子供がなんか乗ってるんですけど、みんなすごい乗り方してて面白いですよ。なんかあのなんかこのステップのところに子供がなんていうの、股間を向いて立ってるというか、そういう乗り方させてる人たちが結構いて、やっぱりあのバイクの文化だからすごいですね。みんな慣れてますよ、子供たちも。へえ、いいなー。